Hey guys, it's t a さんこんにちは。Taka です。はい。ということで、今日は僕が5月に買って良かったものの中から、一つおすすめの日本の製品を紹介します。YouTube のコメントとか、あとは Instagram のダイレクトメッセージとか、あとはハロートークとか、いろんな SNS で 日本の製品、おすすめの日本の製品を紹介してくださいというコメントをたくさんいただくので、えー、今日は僕が今月買ったものの中から一番良かったな、これを買って良かったなと思った製品を紹介したいと思いますはい、はじめにディスクレーマーなんですが えー、このビデオはプロモーションではありませんので皆さん安心してご覧いただければと思いますはい、ということでこのチャンネルでは大きく分けて3つのカテゴリーを紹介していますまずは日本語の勉強です日本語のグラマー文法とか、えー、単語フレーズ、ね、日本語の漢字日本語 のの勉強に関連すするたくさんの動画を作っていますはい。そして、二つ目が、今日紹介するような、日本のおすすめの製品とか、日本のウェブサイトとか、日本のライフスタイル、そういったものを紹介しています。そして、最後、三つ目は、毎週僕がやっているライブストリーミングです。このライブストリーミングでは、えっと、Q、Q&A、 ののようなものを行ってていまして皆さんからその場で日本語とか日本の文化とか日本人の考え方そんな質問をもらってその場で回答するというようなライブストリーミングをやっていますのでぜひ気軽に参加してくださいそして日本語を勉強したい日本の文化を知りたい日本のおすすめの製品を知りたいそういう方はぜひチャンネル登録していただけると嬉しいです はいということで早速今日のトピックスに行ってみましょう Let's get started はいということで今日紹介する商品がこちらですこちら映ってるかな小さい財布という名前の財布です OK ですか小さい財布 Small wallet. Small wallet 小さい財布、ね、とっても日本語の勉強にもいいですよね小さい がアジェクティブ財布がナウン small wallet 小さい財布小さい財布ですはいえっ、ー、とアブラサスでいいのかなアブラサスというメーカーの小さい財布がこちらです僕が買ったのは amazon japan なんですが amazon japan と公式サイトのリンクを概要欄に貼っておきますので興味がある方はぜひチェックしてみてください はい、こちらの財布なんですがその名の通り小さいんですよねとっても小さいスモールですよねうん、なんだけどなんだけどねこれ見ていただけると分かるようにこれ小さいんだけどえっとまずねお札がこんな風に入りますねお札紙のお金ですねお札が入ってでここにコイン を入れることがで、きます、はい、でここ、こんな風に穴、ホールがあって、ここにね、鍵をつけることができます。僕はつけてないんだけど、鍵っていうのはキーですね。家のキーとか車のキー、鍵をここにつけることができます。そして最後、えー、ここかな、ここ。 ここにカードを入れることができます。僕は2枚しか入れてないんですけど、最大で5枚までカードを入れることができるので、クレジットカード何枚か持ってるよっていう人は、ここにね、えー、クレジットカードを入れておくこともできます。はい。ということで、この商品の詳細は、えっ、ー、と、公式サイト、こちらですね、を見ていただきたいんですが、この商品ね、これ、すごく綺麗な革でできてるんですよね。レザー。 ですよねすごく綺麗で肌触りというか手触りが良くてね、うん、触り心地がとてもいいです、はい、これプロモーションじゃなくて本当に僕はそう思いますとてもなんか、うん、ツルツルでいい感じなんじゃないかなと思いますね思わず触りたくなるような、えー、手触りをしています、はい、そして、えっと、この公式サイトにもあるようにたくさんカラーがあって僕はこの何て言うか えー、茶,色 <laughs> 茶色でいいのかなこのブラウンを選んだんですけど、えっと、グリーンとかブラックとかもとってもかわいいなと思いますので、うん、もし興味がある方は、えー、見ていただけるといいかなと思いますこれが日本のお金ですね、うん、これは10,000円ですね1万円10,0001 10, 万円と言います1万円ねで1万円と僕はあまりコインを持ってないのでここのね えー、コインケースにこういう薬薬ですね薬を入れていますであとは、えー、クレジットカードと、えー、ドライバーズライセンスだけが入ってます、はい、とってもすっきりしててうんこれだけなんだけどね必要なものは全部入ってこれだけでジーパンのポケットにこれだけ入れていけばもう 出かけられるっていう感じで、まあ、これとあとは、えー、僕の場合はスマホとスマートフォンと、えー、この小さい財布とあとは AirPods ですねだけ持って出かけることが多いです。はいということで今日のこの財布日本の財布いかがでしょうか、ねえーこれ のデザイナーの方かなデザイナーの人はおそらく日本人の方で、えー、と日本の製品だと思いますこのようにですね、えー、僕が本当にいいと思った商品をこう世界の方にえ紹介 できたらなといいう,うに思っていますのでうん多分コメント頂けるっていうことは皆さんもね日本でどういう商品があるのか日本にはどんな製品があるのかっていうものがすごく気になっているのかなと思いますのでこういったものを紹介していきたいと思います。 もしねこういうものが紹介してほしい食べ物とかあとはねその日本のライフスタイルとか、えー、こういうものを紹介してほしいよっていうものがあればね是非、えー、コメントいただければ、えー、また紹介していきたいなと思いますはいそしてこのビデオをご覧の企業の皆様、えー、こういったものを紹介してほしいということがあればですね是非気軽にコメントいただければ嬉しいです はい。ということで、すいません。これは良くないね。こういうプロモーションはあんまり良くないんだけど、とっても大事なことなので、えー、しっかりと言わせていただきたいと思います、えー。僕は真剣にプロモーションさせていただきますので、えー、ぜひご連絡をいただければ嬉しいです。はい。ということで、今日はここまでです。Thanks for watching today's lesson. See you next time. Bye. またね。